おばあちゃんなのに美しい、45歳ひながたあ子老婆に顔面激変もにじみ出る美貌。女優のひながたあ子45頭が10日までに X、旧ツイッターを更新。ドラマ、煙たい姉とずるい妹、テレビ東京系の役作りで老婆に噴した顔面激変ショットを公開した。この日、ひながたは、 思ったよりおばあちゃんですがおばあちゃんじゃないゆりこさんも出てきます。どちらもよろしくお願いしますそう。これがおばあちゃんのまま、と綴り、見事なメイクで老婆な雰囲気を披露。自分の葬儀がきっかけで13年ぶりに再会した姉妹の母親を演じるひながた。改シーンでは若かりし、頃の様子もあるようだ。そんなひながに、ファンからは、おばあちゃんなのに美しい。 プロのメイクすごい、上品なおばあちゃん。キャワユイ,イばあちゃん、ひながたあきこは、不景メイクでも肌ツヤツヤ。主役二人よりずっと綺麗なのにもったいない、いやいや、すっごく美人変わらないからすごい、などの声が寄せられた。アクセサリーから彼氏まで、あらゆるものを妹に奪われてきた姉。妹役にババフミカ、28、姉役は、栗山千明 39分が演じている。前評判通りにドロドロとした展開になりそうなこのドラマ。そんな中、その時々のシーンで雛形がどのような演技を見せるのか、今からが楽しみだ。